また会ったね、みんな。ここはね、1ポストっつってメインストレートの1コーナーの正面にあるポストにいるんだけど、筑波サーキットの D1 グランプリ見どころはメインストレートで S 字から1部屋ということになってるんですが、その中のメインストレート、この3発と言われる部分を独自の視点で審査していこうと思うわけですよ。ただね、筑波サーキットのメインストレートにスポンジを置いて散髪っぽいことをさせようっていうあたりがすげえかっこいいですよね。普通の走行会だったら危ないって言われるところ、 D1 選手だとあれぐらい受けて当然っていう風にしちゃうから D1 ってすげえなって思う。普通ならあのスポンジに置くっかっちゃったらさ、大惨事になるっつって筑波サーキットはいるじゃないですよね。全開で来るか、最終コーナー踏んで伸ばしていいよ。あ、2発目から3発目かっこよい。いいじゃないですか。ライン的には最後が少しイン巻きな感じはするんですけど、2発目3発目の振りの速さ、シャープさは、シャープさで勝負に出たんだな。ワイドさじゃなくてシャープさだな。さあ、ナイトウォーカーズの高橋邦明、インからアウトに出たまんま、そこでハンドルでいきますね。浅い浅い浅いけどクイックでかっこいい。アウトいっぱい。これは高橋邦明さすが。ああ、俺はやっぱり邦明君の走りは好きだな。アクセルを踏んでいきながらのパワーで1発目を流し、2発目をコンクリートウォールギリギリまで行かないうちに振り返し、3発目もうアウトの白線内からギリギリヒューってそこの滞空時間を取ってくるっていうね、文句ないですね。セブンが3発なんかこういいよね。さあ、まず、いや、戻したよ。うわ、これキモほら、早いもん早いもん。ここ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 かっこいい。あのラインで曲がれるの、そこからインに入ってって、あれは完全に曲がりきれないラインなのに、あのラインで曲がれちゃうの。 FD はコーナリングマシンなだけありますね。進入のあのなんつか出てきたところからのちょっとこっちに戻すの、こっちに行きの、こっちに蹴りのみたいな、あのキモさだけはダメだと思うんですけど、それ以降はすげえかっこよかったですね。そこのハンドルがフルカウントあって微動だにしないとこっちまで来て、そこからここのインに入ってって、それだったら向こうに突き抜けちゃうだろうと思ったら、ちゃんと踏みながらコーナリングしてっちゃうんですよ。あれは今まで誰もできてないラインでした。ハラハラしました僕。まっすぐ最初コーナーから持ってって、すごいな、2着の角度、3発の角度真横、よい。これもまた減速がうまかったし、2発目こっから見たら90度、そして振り返した3発目も90度で、あまりその減速感もない、滑らかさはないけど3発としてはかなり完成度が高い。途中無難なんだけどハラハラさせんのがこの上野選手、これも蹴ってくんですよ。ほら蹴ってきた。ほらもうこれもに、うわー、ほら怖い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 。あのねあのね、上野くんは熱いね今日無難さがない。一発目も二発目も攻めてる、三発目も攻めてる、全部一振り一振りに入魂を感じる感じで、最後もギリギリさあ、バイオレンスワールド、暴力の世界、川崎はこの後文字通りバイオレンスの世界を体感することになる。ちょっとケツ出なかったぞ、2発目も浅いぞ、それパキンか、これはコースアウト。ほらほらほら、俺ドリフトで取材してて一番石をぶつかった見てこの弾丸を浴びたようなさ、
散弾銃を受けたみたいだね。盛大に砂利爆弾を川崎にお見舞いした木口。いなかったよ石井。俺も痛い油断したって一撃で川崎の心を折れさせる破壊力抜群のバイオレンス攻撃であった。パワーのある。おー角度つけた、角度ついた。そしてそこから石はちょっと返せてない。うーんリセクター、ちょっと返しきれない。さあそして1コーナーはしかしモコモコ状態、角度つけて気を取り直して降りてくる。まだまだ得点を加算したいところだ。さあ S 字はどうでしょう。セクター4思いっきり振った、思いっきり振った。そして振り返してきた。さあどうでしょうか。この下り裏は非常にいいぞいいぞいいぞ。今豪快にフィニッシュ。悪くない 98.49 きた。さあラウンド2大阪では優勝してこの位置にはおりますが、今回も当然いいところは狙っている。そして単走も現在第2位のこの藤野。さあまずまずいいスピードとここをうまくそつなくまとめてて、まとめて、そして1コーナーこの辺もきれいに立ち上がってきた。さあ降りてくる S 字、この辺はまずうまくまとめてったぞ藤野。そして開始からのヘアピン、ここも全てきっちりいけばまずまずの得点は入りそうだ。全てのセクターはうまくまとめたように見える、ね、やはりいいところが出ている。 98.85 すげー。速度も170キロオーバー。川端雅人、さあ入ってきた。スーッと振っていい角度、スピードも高い状態。そしてニセクの開始も速い。さあいい開始。そしてここの角度はどうでしょうか。1コーナーちょっと浅めかな、ちょっと浅めかな。さあどうでしょうか。それでも大丈夫でしょう。降りてきた。さあ4セクター難しいところの開始、ものすごい開始、ものすごい開始。そして振り返していい角度、ヘアピンもいい状態。これはヘアピンでも拍手が起こりそうだ。う今フィニッシュ、スタンドでも拍手を取ってます。さあいい得点が出そうだぞ。 99.22 やっぱり出ました。さすが単走番長。さあいよいよ動き出しました。ベストエイトの賞金で川端の健康はもう一本東洋タイヤ対決。さあポンが近いところ、タコ GTR の後ろ近いところに来ている。さあポンが寄ったところから入れるか、逃げていく川端、思いっきり振っていった。そして1コーナーの飛び込み、これはちょっといい角度で川端が行く。それに対してちょっとポンが浅め、ポンが浅めの状態。しかしまだまだ近いところ。さあ1コーナーをクリアして逃げていく S 字川端、そして後ろから86ポンがどうだ、入りどころあるかどうか。いやしかしこの辺は逃げていった。あ後ろ角度が近づくだ、立ち上がり。あでもやっぱり先行1取りました。先行でワンランクアップ98。さあ入れ替えの2本目、今度は遠い、もうワンランクアップのためここは無理せずこのタイヤをうまく温存しながら、しかしミスもないように。さあポンに対してそれでも近づいていくぞ。 VR86 ポンが行く、そしてその後ろから、さあ近いところ、いやー開いたー、危ない動き、あーおかしな動き、ここはちょっと失速失敗。さあここは後ろで大きな戻りが出たぞ。さあ今の飛び込みを持ったほどちょっと減速があった。今度取り返したい取り返したい、ここで一気に詰め寄っておく。しかし大きなミスです。で横井さん今の、そうですね、かなり余裕を持って3セクター入ったと思うんですけど、ですよね、先行が小さくかなり距離が足りない感じで入ってたの で、ね、 そうですよね、そこに川端さんはかなり辛い状況だったと思います、はい、まあ確かに寄りすぎたところ、ちょっと先行のラインもきついところではありましたが、完璧にこれまっすぐ状態、ちょっと入りすぎた感じもありました。さあどう出てくる。 あ出た、うわうわ逆転ベスト進出ポーン。ポンちゃんでもここで勝ったってことはこれはやっぱ優勝しないとまずいってことですよね。これなんとかして、ポンちゃんなんとかして。わかりました、頑張ります、なんとか応援してください。ラウンド5つくばファイナル。はい、ポン選手どうですか。そうすごい夢みたいと思ってたんですね。
すごい嬉しいです。まあ本当のこと言うとだいぶ勝ち狙ってるんでどないやね、最後にかっこいい追走を見せて勝ちたいと思います。おさあ今動き出しました。さあいよいよスタートしていきました。ファイナルの戦い、まずは1本目、本戦後は遠い松井裕樹を VR86、 そして後ろから FDRX7、 松井裕樹がまずは今がいいスピードで、さあ松井はこの飛び込みでまた近づけるか、入ってった、まずは松井が入った、まずは松井が捕まえた。さあここからはさらに速いところだ、いや入ってる入ってる入ってる、1コーナーぴったりサイドバイサイド、そしてこの下りが速いと S 字区間、いや飛び込んだ、ものすごい松井が入っている、ものすごい後追いだ、松井ぴったりと決めている。さあどうだ最後のエアピン、まずは後追いで松井が取ってったでしょう。いや決めに行きましたね、早かったもんここストレート、この開始から三脚に飛び込む、ここはもうぴったり捉えましたね。この後も、はい、そしてこの後もです、これが近いんです、ここがこれいいです、ここの抜き差し S 字、もうのこれ痺れますね、これ1.5 は行きますね横井さん、これこれは 1.5 は行かないか、1ランクだ、 5.5、 6.5、 ワンランクアップ、松井4年ぶりの優勝にちょっと一歩近づいたか、しかし今日のポンはまだ分かりません。そうなんですよ、はい、ここからなんですよ、非常に速さも持っていますこのポンが、さあノリノリで来るかどうか、ファイナル入れ替えの2本目、さあ動き出した RX7 と86の対決、さあ最終コーナーから試験、これで決まるか、先行松井、さあポンが踏ん張れるか、ワンランクを返せるか、さあ飛び込んでくる、いいところにいるポン、さあどうだ、まずはいいスピード、ポンが入れるか、ぐーっと寄ってった寄ってった寄ってった、さあ1コーナー、ポンが近い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 、さあここは並んでいる、そして降りてくる速いところ松井、この S 字の折り返し、ポンが入れるかどうかで、離れた離れた、後ろの角度がない、あっと、しかしこの先 S 字の寄り、これも踏ん張ったんですが、ここから振り返しが早いんですこの車、ここで離れました、角度もちょっとなく、インドは追っかけモード、これでは 0.5 しか取れないか、さあどうやら決まりました、決定いたしました、この後結果発表です。